はい、皆さんこんにちは。先日ですね、当社の方で、健康住宅というですね、健康をコンセプトにした住宅をですね、作りまして、でそれのですねお披露目をさせていただいたわけでございますけれども、まあ、おかげさまでですね、その物件が一番最初にご覧になった方が気に入っていただいて、購入していただいてしまった関係でですね、1棟目のモデルハウスがですね即日完売ということになってしまったのでですね、今回はですね、内覧会はできないんですけども、じゃあ私どもが考えるですね、健康住宅というものはどういうものなんだろうという考えをですね、今回はセミナーとして、皆さんにですねお届けさせていただくのとともに、今後ですね、相続税の改正がある関係上ですね、土地活用について日際住宅に対するですね、考え方もですね、さまざまなものがございますので、これもですね同時にですね住宅というカテゴリーの中で皆さんに、ご説明をしようと思っているわけです。で我々はですねこの住宅について従来のですね、住宅の建築のやり方というのに対して疑問を持っております。過去はですね、住宅が少ない時代にはですね、住宅政策として工場生産、なるべくですね、ローコストで工期が早くて、ですね、大量生産できる、つまり洋服で言ったらですね既製品というものがですね、普及されていたわけです。当然時代背景から見て、高度成長期にはですね、確かにそのやり方が正しかったと思うんですね。ところが今これだけでですね、飽食の時代、また個人がですね、要するに個性を求める時代になってきますと、その住宅のやり方で良かったのかどうかということが問われているわけです。でさらにですね、オリジナリティを追求するだけでなくて、私はですね住宅というものは一度建てたらですね基本的には建て替えなくても済むような住宅が望ましいのではないかという考えを持っているわけです。で、当然ですけどもそのためには高耐久のものをまず作りましょう。で その高耐久なものを作りながらさらにですね、住宅というのは家族がですね安全に安心して、住める環境が必要だと思うんですね。そうしますと当然その中にですねエッセンスとして、健康というものをですね意識したものが非常に重要だなと。で過去においてはですね、その住宅を建てることによって健康被害ですね、まあ、いわゆるですね新建材による殺虫剤の影響を受けて、子どもがアトピーになったりとかですね、まあ、いろんな喘息になったりとか、まあ、いろんなですね、ことが起きていた。つまり住宅に住まなければその健康被害がなかったのに住宅を建てたことによって健康被害になってしまうというですね非常に矛盾なですね、ものを高額な矛盾製品をお買いになってたという事実があるわけです。で私はですねこの不動産コンサルタントとして、じゃ あ何をするかというとまず安全性ですね、空気の汚染がまず発生しないシステムが必要だろうということでですね、当社の場合は外断熱、床暖房ですね、あとは24時間換気、のシステムをですね、採用いたしまして、24時間換気によって、今回は健康住宅についてはですね、通常の24時間換気を行ったんですが、多少のコストをかければですね、室内の囚人が全て一つのフィルターの中に収まるシステムもあるわけです。で、最近はですねPM2.5、 つまり外に浮遊するですね、粉塵よりももっと小さいですね、ものが空気上に感染をしていて、それをですね肺で吸い込むことによっていろんなですねまた病気を巻き起こすということがあるわけです。でこれもですね、今度はその囚人装置を使って、全部のですねその浮遊する有害物質を取り除くということをやってるわけです。でさらに、ですね今回は放散系のですね、いわゆる防蜜処理シロアリですね、について、この今の
国内のですね、基準によりますと、高さ1メーターのところにですね、まで防御処理ということで、農薬系の殺虫剤をですね、そこに塗布するわけですね。そうすると、せっかく真菌剤について、環境汚染のないようなものを使っても、実はこの殺虫剤が5年で、大体蒸発すると言われてますから、それが空気の汚染を起こして実は人体に影響があるということもあるわけです。ですから今回はですね、そういうことのないような人畜無害なですね、放散を使った防御処理を行っているということで、さらにですね、今度はですね、水素水というですね、体にいいと言われている水素水のサーバーもですね、ここの通常のリビングとかにですね、設置をさせていただいて、で人体のですね、悪玉活性酸素をですね、通常の飲用水で取り除くということもですね、今回は行いました。でさらに、放電アースですね、いわゆる体内に帯電されたその電気を抜くことによってですね、ストレスだとか、その体内のバランス、精神状態が狂うと言われているものもですね、回避できるというシステムも今回は導入させていただいているわけです。つまりそういうことをですね、考えて建築をすることによって、この建物は高耐久ですので、次の世代、またひょっとするとその次の世代までですね、変化なく利用して、そこに住むことによって、むしろ健康の被害を受けるんじゃなくて、この家に住むことによって、健康が維持できる、もしくはですね、ある意味でですね、健康を回復できるような住宅ということをですね、我々、考えてですね、ご提案させていただいている。そうするとですね、その延長線上で今度は親子がですね、円満に住んでいながら、さらに、健康ですね、まあ、お父さんお母さんが年取るとともにですね、当然ですけども老化が進んでいくわけです。そうするとこの老化をですね、防ぐ、いわゆるアンチエイジングというですね、物事の考え方をこの住宅に持ち込むことによって、お父さんお母さんはですね、寝たきりになったりとか病院に入ったりとかいう確率をですね、下げることも十分可能なんじゃないかなと思ってるわけです。やはり、この現代社会においてはですね、いろんな化学物質だとかそういうものがですね、人体の中に蓄積されているわけですから、まあ、そういうものもですね、排除したり、お互いにですね、親子で、健康で過ごせるような住宅づくりということもですね、一つ今回我々の方でですね、提案をさせていただこうと思っているわけです。我々不動産のですね、このコンサルの仕事をしてますと、住宅の建築のコンサルもさせていただくこともあれば、不動産の投資のコンサルもさせていただくこともあれば、相続対策のコンサルをさせていただくこともあれば、土地有効活用のコンサルをさせていただくこともあれば、もうありとあらゆるですね、コンサルティングを行っているわけですけども、その中でですね、我々というのは経済活動の中でいろんなお手伝いをさせていただいている、まあ、つまり将来の年金対策とか、そういうものについてのですね、お手伝いをさせていただいているんですけども、それ以上に大事なものというのは何かという原点に、を考えますと、やはり、我々ですね、健康というもの、お金に換えられないですね、付加価値というものについて、この住宅を通じて皆さんにご提供をさせていただこうということを考えているわけです。まあ、そんな内容をですね、事細かに今回のセミナーの中ではお話をさせていただきますので、ぜひですね、お時間のある方はですね、ご参加いただいて、我々がご提案させていただくその考え方ですとか、実際の製品だとか、まあ、そういうものをですね、ご説明させていただきますので、ぜひご参加のほどお待ちしております。よろしくお願いいたします。